1936年ベルリンオリンピックのポロ競技について述べる。ポロは1928年と1932年のオリンピックでは行われなかったが、1936年ベルリンオリンピックで再び行われた。これを最後にポロはオリンピックでは行われていない。中インターナショナルオリンピックコミッティメダルデータベースにはこれらの選手のみが、 メダリストとして示されている。これらの選手は全員少なくとも1試合に出場した。控え選手はメダリストとして記録されていない。各国8人が一つの代表としてエントリーすることができ、その全員に出場資格があった。5の国から合計21人が出場した。10、少なくとも1試合に参加した人のみをカウントしている。 数人控え選手がいたことが分かっている。IOC はアメリカとインドも招待していた。1936年夏のオリンピックのポロ競技、ストロングチームズとウィークチームズの二つに分け、異なる方法で競技のスケジュールが組まれた。ストロングチームズリビジョン、8月3日、イギリスメキシコ13の118月5日、アルゼンチンメキシコ15の5 8月7日、 アルゼンチン・イギリス11-0ウィークチームズ・ディビジョン8月4日ハンガリー・ドイツ8-8再試合8月6日ハンガリー・ドイツ16-63位決定戦8月8日メキシコ・ハンガリー16-2金メダルを獲得したアルゼンチン代表ありがとうございます